井上さくら君。井上君。震災と放射能対策を中心にまず6点伺います。311からもうすぐ1年、大地震と津波、そして原発事故、放射能汚染という未曽有の事態はまだ収束をしておりません。市長自身はこの1年どのように感じてこられたか、特に政治行政の対応についての率直な思いを伺います。当時スピーディーなど放射能の拡散状況は危険にさらされていた福島の人たちよりもずっと早く米国に知らされておりました。死の灰は横浜の子どもたちの上にも降り注いでいましたけれども、それを知らされることはありませんでした。今でも当時と大差ない人命軽視が続いていると福島の状況を見て思います。そこで伺いますが、市長は放射能被曝の防止について国の対策だけで十分とお思いでしょうか。お聞きします。残念ながら今の政府に従っていれば安全とは私には思えません。これまでの長い経験に基づいて定められた多くの規制値が大幅に緩められたことからも明らかなように、311以降少なくともそれ以前より大きな被曝を許すというのが今の国の考え方です。こうした中、どのようにして市民の被曝を防止するのか、基本的な考え方、またその際の基準をどう考えているか伺います。子ども優先を掲げる市長、放射線防御についても少なくとも子どもについてだけは311前と同様の環境を目指すと約束をしてもらえないでしょうか。これもお答えをお願いします。次に震災瓦礫の広域処理について、先日市長もよくご存知の港湾関係団体が瓦礫処理に関する見解を市に提出しました。そこには、もし瓦礫を受けるなら放射能拡散の危険がある焼却は絶対にしないことが条件と書かれています。市長はこの港運協会の見解書をどのように受け止めたのか、また現在瓦礫の広域処理について本市ではどのような検討を行っているか、以上ひとまず伺います。林市長。井上議員のご質問にお答え申し上げます。放射線対策についてご質問いただきました。大地震、原発事故などの事態に際してこの1年間どのように感じてきたかについてでございますが、東日本大震災はまさに未曽有の災害でした。横浜市ではこの1年、被災地支援や防災・放射線対策に加え、市民生活・経済対策など、市役所の力を総動員して総合的に震災対策を進めてきました。市民生活や経済活動の状況を逐次把握しながら、何としても市民の皆様の安全・安心をお守りするその一心で必要な対策を全力で実行してまいりました。これまでの対応を踏まえ、より一層震災対策に万全を期すため、24年度予算に必要な対策を盛り込みました。これらの施策をしっかりとやり抜き、災害に強い都市づくりを進めてまいります。
震災後1年間の政治や国の対応について十分と考えているかについてでございますが、未曾有の災害で大変厳しい局面もあったことは事実ですが、国民の皆さんへの説明や情報提供をしっかりとした上でスピード感を持って対応してほしいと感じることも多々ありました。また国だけではなく、被災していない自治体が力を合わせて復旧復興に向けてしっかり支援していく、その仕組みづくりももっと綿密に準備しておく必要性を感じました。特に大都市としての総合力と基礎自治体としての現場力を兼ね備えている政令市は大いに力を発揮することが可能ですし、その役割も期待されています。引き続き必要なことはタイムリーに国に要望していくとともに、他の自治体とも連携しながら震災対策を進めていきます。市民の放射線被曝を防止する基本的な考え方ですが、昨年3月の事故発生以来、市が一体となって放射線によるリスクをできるだけ下げるため、状況に応じたさまざまな対策を講じ、市民生活の安全安心の確保に基本的に取り組んできました。とりわけ子どもの健康影響に配慮した取り組みを優先しながら、校庭園庭の空間線量測定や学校給食食材流通食品の検査、マイクロスポット対策などを行ってきたほか、1月末からは市民の皆様への測定機器の貸し出しも開始しました。またその検査や測定の基準については、国がさまざまな視点から検討評価したものであると考えていますので、本市としてはそれに沿って対応しています。幸運協会の見解に対する本市の受け止め方についてですが、今回の横浜幸運協会の見解は、協会として災害廃棄物の受け入れに関する考えを示されたものと思います。今後は協会への情報提供や意見交換を進めてまいります。災害廃棄物の広域処理に関する検討作業についてですが、広域処理に協力し復興に向けた支援を行っていきたいと考えています。神奈川県の廃棄物最終処分場の利用については、現在難航している状況にありますが、県は引き続き地元住民の皆様に理解を得ていくための調整を行っています。今後も推移を見守りつつ、県や三政令市で協議してまいります。災害廃棄物を受け入れる場合は、市民の皆様のご理解を得て進めていくことが大切であり、丁寧な説明をしてまいります。以上、井上議員のご質問にご答弁申し上げました。